頃同然、いや借りてきた猫同然というのはなぜか、それは文が四次元の大泥棒だからである。文は私が書いた小説の主人公です。私が出ていくって言ったら出ていくのかな。何一つ不可能、全ては可能の大泥棒であるとかみたいな、ちょっとエネルギーをグッと入れてやって音楽を引っ込んでくださ、はい。どういう小説の結末を書き換えるんです。先生の小説文がおかげさまでネットで大好評で、大友分子の小説の中から抜け出した4次元の人